皆さんこんにちは、エリカです。ハロウィンは最近ますます盛り上がっていますね。ネットでハロウィン料理を見ていると、もっと作りたいものが出てきたので買い物に来ています。スーパーもハロウィン色が強いです。このコーナーにはトリックオアトリートで子供にあげるお菓子が並んでいます。日本のハロウィンの飾り付けや料理は可愛いものが多いですが、こちらは目玉とか切り落とされた指とか筋肉がリアルな顔とか、結構グロいものが多いです。今ボッコチーニのマリネ液を作っています。パセリ、バジル、その他のハーブとガーリック、オリーブオイル、酢を混ぜます。ボッコチーニは一口サイズのモッツァレラチーズです。トマトのカプレーゼとかが人気あります。カプレーゼって何？と調べたら、モッツァレラチーズを使ったサラダでした。モッツァレラチーズってあんまり味がないですよね。黒胡椒を振ります。こうやってつけておくと美味しくなるのでしょうか。ミイラを作っていきます。小さなウインナーはあんまり美味しくないので、大きいのを買って切って使います。パイ生地を細く切ったものを巻くだけなので簡単だと思ったけど、結構巻きにくいものです。ミイラ、黒猫、クモ、魔女、お化け、こういうものがハロウィンの定番キャラクターですが、ミートボールが何になると思いますか？ナストマトのチーズ焼きを作ります。焼いたナスにトマトソースを塗っています。チーズをお化け型で抜いていきます。レシピにはスライスしたモッツァレラチーズを使うとあったので、わざわざ買ってきました。焼いても溶けにくいのかと思ったら、普通のチーズと同じように溶けました。大抵のレシピはミニピザにしていますが、カロリーカットのためナスをベースにします。レンコンを骸骨に見立ててカットしました。青唐辛子も味方によれば骸骨です。以上3品、オーブンで焼きます。さっきのミートボール、ブラッディーマウスにします。スパゲッティをひげにして、茹でたグリーンピースと人参を目と耳にします。ハロウィンのイベントで日が暮れてから子供たちがトリックオアトリートとお菓子をもらいに家を訪ねますよね。私の近所ではだいたい5時半ぐらいから子供たちがドアをノックし始めるのですが、オーストラリアは夏に向かっているのでまだ明るいです。それでも仮装した子供たちに親も付き添ってぞろぞろ歩いています。もう悪霊払いなんて関係なく、仮装しておやつ集めが目的です。ネズミさんなんだか間が抜けて可愛い。ミイラの目をつけます。チーズをストローで型抜きしました。
ちまちまとした作業が多いので、結構力が入ります。デビルドエッグを作ります。ゆで卵の黄身を崩して、刻んだピクルス、玉ねぎ、パセリを合わせてマヨネーズで和えます。デビルドエッグはパーティーなんかの前菜によく出されるものです。デビルという名前は、元は胡椒やスパイスを効かせて辛い味だったからついたそうです。今は黄身にいろいろなアレンジを加えているみたいです。ハロウィンならかぼちゃを茹でてマッシュしたものを使う人もいます。白身に詰めていきます。私は雲をトッピングしようと思って黒いオリーブを買ってきました。カラマタや緑のオリーブは塩味が効いていてチーズと食べると美味しいのですが、あれ、雲って足6本じゃなかったですよね。形と色にこだわると黒オリーブじゃないといけないので、味は二の次ということにしました。残ったものはピザのトッピングにでも使います。この足も思ったほど簡単にはひっついてくれません。ちょっとイラッとしてきますね。大きな雲が乗っかりました。さっきマリネしたボッコチーニで目玉を作ります。緑のオリーブに黒いオリーブを詰めたものをひっつけます。これは簡単にひっつきました。出来上がりました。久しぶりにテーマを決めて料理をしました。何を作ろうかとか、どうやって作ろうかとか、いろいろ考えるのが楽しかったです。今日はスパークリングワインで乾杯です。ハッピーハロウィン。いかがでしたか？コメント、チャンネル登録お願いします。